皆さんこんにちは非常識な経営コンサルタント高橋孝子です本日のテーマはお仕事趣味化の勧め好きなことをストレスなく仕事に取り入れて楽しく稼ぐ方法ということについてお伝えしていきたいと思います、えー、最近私いろいろなところであのいろいろな新しい方と出会う機会が多いんですね、えー、その理由は 私がまあ興味があるものとか、まあ習いたいなと思うものとかは、まあそこに行って習ったりとか、まあもちろんオンライン上でもそうなんですけどね。まあ知り合いになると、例えば Facebook とかの、まあ私のね URL とか、まあその方の URL の交換したり、あとは LINE とかですね。 まあ何かしらこう私っていうものをそれ以上知ることができるようなサイトにアクセスできるようなそういうつながりができるようなものを交換することが多いんですよそうするとまあ特に Facebook かなあの日常のことを雑多に上げていってるので、えー、仕事のことも上げますけれどもどっちかっていうと普段私があの何か感じたりとか こういうのいいなと思ったり、自分ここに行ってますとか、何やってますっていう、まあ日常がだだ流れみたいな、そんな雰囲気のフェイスブックが割と見ていただく方には、私という人間を知っていただくにはとてもいいようで、で、まあその結果どういうことを次に会った時とか、あとはあのメッセージいただいた時にね、言われるようになってるかっていうと、なんかいつも楽しそうに、あ あちこちにね、行ったり、なんか好きなことを何でもや,やってますよね、みたいな感じで。私もそういう生活してみたいです、憧れますとかっていうのをすごくよく言われるようになったんですよ、最近。で、確かに、あの、私自身がお仕事をものすごく好きだということもありますし、あと私がね、もともと趣味と仕事 で境界線なく行ったり来たりさせちゃうのが得意なんですよ、もともと。それにはちゃんと理由があるんですけれどもね。で今日は、それをテーマにして皆さんが憧れるですねお仕事、趣味化計画の考え方と実践方法ですね、まあ、これをちょっとお伝えしていきたいなと思ってこちらの動画を撮っております。はい、では、ですね本題に入りたいと思います。 えっと、お仕事、趣味化のおすすめということで、好きなことをストレスなく仕事に取り入れて楽しく稼ぐ方法ということで、まあ、あのー、いや、言ってしまえば簡単なんですけど、えー、趣味をそのまま仕事にしてしまえばいいっていう、これが結論です。簡単に言うと。<laughs> なんだそれみたいな感じかもしれないですけど。 はいじゃあ実際に私がどういう感じでそうなっちゃってるのかっていうお話を、ね、ちょっと過去の,あの自分がどういうふうにやってきたかも含めて、えー、お話をしていきたいというふうに思いますでまず大前提としてなんですけど私あの仕事がそもそも好きなんですよで、えー、っと好きっていうのが、うん、まあ自己表現的にっていう意味もあるし もともと、えー、右脳と左脳と両方使いながら仕事をしているので、えー、ビジネスってアートであると思っているんです、私は。だからそういう観点から考えると営業職が多かったっていうのもあって数字を作るっていうのも、まあ、クリエイティブな仕事になりますよね。わわれわれるる仕事ってて嫌ななんでですよ私数数字字にととか数字ができてないと なんか怒られるとかそういう仕事の仕方って好きじゃなくて数字もコントロールある程度できますしまあコントロールができるから当然売り上げが上がってたっていうことがあるんですけどねコントロールをするっていうことは特に営業職の場合には事務職と違ってやりやすいんですよね事務職って売り上げ上げるコントロールって難しいじゃないですかだけど営業職ってその商品サービスが 相手の方が気に入ってくださる人数が多かったり金額が高ければ当たり前ですけど売上数字って上がるじゃないですかそこの駆け引きって結局感情がベースになっているのでそのどう,どうしたら気持ちよくスルッと買ってもらえるかみたいなところでのプレゼンテーション能力とか商品設計能力とか、まあ、そういうのが営業職をやっていたのでまあしかもあの提案営業のタイプですけどね高額商品も扱ってましたし そこで磨かれたっていうのは間違いないんですよ。で、皆さんが基本嫌がります営業職って。でも、私はサービス業がもともと好きだったし人にありがとうって言ってもらえる仕事が好きだったのでまあ、数字も出すことができていたので営業職はむしろ好んでやってましただから22年できてるんですけどねあと業界を変えてっていうこともできてなのでまずお仕事趣味化のポイントの 一つ目は自分が好きな仕事をやるっていうことがまず、趣味化でできる第一歩なんですよねあの会社員だったとしてもですよ。例えば私はご業種体験してるんですけれども旅行業とかですね建築業とかブライタル業、リフォームあとは。えー あまあ、建築業のところに、ね、新築リフォームとこれ2社経験してるんですけどでブライダルの方と、まあ、最後はパンコネキーの営業ですこれ業界全部違います全部違うんですよでも営業職って一緒じゃないですかあの自社の商品を必要な方に届けて喜んでもらってお金いただくっていうこれがすごくシンプルなのでだから私はどんなものでも売ることはできると思っていたんですけれどもそれは 条件があって、自分が気に入ったものだけです。だから、うーんそうだな、すごい、本当にすごいなぁと思っているのはえ、ショップチャンネルみたいな通販番組とかで、えー、実演販売できちゃうタイプの人いるじゃないですか。じゃあ今週は包丁売ってくださいとか、今週は えとじゃあパソコン売ってくださいとか今週はドライヤー売ってくださいとかその企業から渡された商品売れちゃうタイプの人って本当すごいなと思ってて要は背景とか調べたりするんですよで、そのお客さんにとって多分一番いいなと思うのは上手にあのアピールして電話でガーッと売り上げを上げるみたいなのができるわけだから好きとか嫌いとかじゃないと思うんですよね、やっぱその職業が好きっていうことであれはできるんだと思うんですけど。 なので私はまず職業ありきで、えー、この職業に就きたいと思ってそれで会社を選んでいくっていう感じだったんで会社を選んんでで職業じゃないんですよねだから逆に言うとその会社の職業で私、就職しているので部署移動とかになると転職を考えたりとかします、はい、その職業のその部署がやりたかったからなんですよ。 でこれは人によって賛否両論があってあのその会社にいてねいろんな部門をこう経験することによってこう人間としての深みができていくからそれはいいチャンスだと思って回るべきだという意見を言う方もいらっしゃるんですよ。で私それはそれで全然間違ってないと思うしあの経験値を、ね、積んでいろんな部署の人のことを分かったり 一つ大きくなれるじゃないですか。自分が好きじゃない部署に行ってもどうやって頑張れるかっていうのを頑張るってすごい素敵じゃないですか。だけれども私がそれを好きじゃないっていうだけのことなんですよ。私はその職業になりたくってその部署にいるので部署移動されちゃうとやっぱりそのきっかけで、えー、転職考えてましたね。はい。ですから その転職を考えるタイミングが、これがまた人から言わせると、なんでってよく言われるんですけど、役職が上がると転職を考えたくなります。はい。営業職って上に行きやすいんですよ。あのー、数字がね、上がってると、なんかこう、できる人風になっていくじゃないですか。会社の中で。発言力も出てきちゃうんですよね。で、特に私の場合には、あのー、まあ、それもちょっとね、まあ、 若,若かりし頃の鼻息ブンブン荒い頃の自分だからっていうのもあるんですけどさっきねお伝えしたように私は自分が気に入ったものだったら何でも売れるっていう自信があったんですよ <laughs> まあそういう自信って結構営業って大事じゃないですかハッタり的な部分がねだから気に入ったものだったら何でも売れるって思ってたんですということはえっ、ー、とまあ成果報酬制の会社にいたこともあるんですがあのその会社 仮にクビになってもですね、あの営業職っていつでも求人が出るんですよ、基本。みんな辞めちゃうから。なので、自分が気に入ったものを扱える会社には、あのどっかしら就職ができる自信があったんです。だからクビになってもいいやっていう感覚があ,のあったんで、まあ、発言ができていたんで、まあ。そういうことを言ってると、数字ができて発言ができる人間って、なんかだんだん上に行っちゃうじゃないですか。 役職的に本人望まなくても。ある程度上に行きすぎると今度だんだん会社の歯車になってしまう気がするようなギリギリの上のところまで行った時にだいたい転職考えますね。私管理職あんまり好きじゃないんですよ。<laughs> だってあの改革をするのに会社に対して意見言いたいじゃないですか。意見言われる側になっちゃうんですよね。 そうすると会社を変えていくのってすごく難しくって、その横つながりのその取締役とかですね、そういう役員関係と、私は事業部長だったりしたり時もあったんですけど、それがね、面倒だなって思いまして、あの会社でいい感じに生き残っていくためには、数字が上げ,上げられることじゃなくてですね、 自分の心を殺して、どれだけ根回しが上手なのかの方が上に上がりやすいなっていうふうに思っていて。私、それできないんですよ。だから、社長と喧嘩しちゃうこととかもありましたしね。だから、そういう意味ではサラリーマンには向いてない。だから、自営になって、めちゃくちゃ羽伸ばせましたよ。<laughs> もう、上と下の気遣いながらの中間管理職みたいなこともしなくていいし。決済権限私だから、臨時書とか、5カ所とかのハンコいらないし。 みたいなあのこれやりたいですですよねはい OK みたいな秒で決められる理由はあの個人事業の、まあ、自分のね采配でできるっていうところがすっごいスピーディーで私スピードを持って動きたかった人だったので、まあ、すごくいい感じだったんですよ今ちょっと話それましたけどねなのでお仕事はまず自分が好きなことをやるっていうふうに決めているのでまずそれが趣味化にしやすい状態だったんです で、会社員の時何が嫌だったかって人間関係ですよ。基本的には。あの、難しい、面倒だなっと思うところが多かったんです。お客様との対人は好きだったんですけど、社内の微妙な力関係とかを気にしながらの発言とかですね、微妙な力関係の中での上手に根回しして立ち回るっていうのが、うん、私の性格からすると結構面倒だなっていう <laughs>、そういう感覚があったんで、会社員は、 向かないよね。まあ、それでも22年お休みなく勤めましたけれどもね。営業職でずっと頑張ってやってました。なので、まず第一に、あの自分が好きな職業を選ぶっていうこと。これは会社員であってもできるし、あとは独立自営ですね。自営でやったとしても、もちろん自分の好きなことを選ぶっていうので、大体皆さんそうじゃないですか。私のクライアントさんは、基本、えーと、教室の先生がとても多いので、 自営業でやるって言ったら自分が昔からやりたかったからとかいう職業でだいたい選ぶじゃないですか。だからほぼそれって趣味化なんですよ。第一歩としては。だから、あのー、そこはまずだいたいできるはずなんですよ、皆さん。で、さらに私の場合には興味の方向性がつどつどいろいろあるので、その興味の方向性に対して、まあ、やってみるっていうことを大体やりますよね。例えば、 あの写真面白いなって思ったらやってみるし、えーまあ、最近でいう大きなところで言うとまあサックスですね音楽やったことがなかったけど面白いなあと思ったからやってみるっていう感じとかですねあと仕事にしちゃってるものとかまあカードリーディングとかもねいやできるんですけれども、まあ、面白いなあと思ったからやってみるって。 多分面白いなぁ思っった、やってみる。ここまでは多分ね皆さんもね一緒じゃないかと思うんですよでここからが私が違うところだと思いますおそらくえー、っと私の趣味の領域ってえー、っとね仕事も全力投球だし趣味も全力投球なんですよ <laughs> まあそれがガテン系と言われるゆえんなのかもしれないしうんあと氷性なんですね基本的に氷性で秋っぽいんですはい飽きるって言ってもあの一生の趣味にしようと思ってるものは細く長くやっぱり続けてますよ写真とか写真教室なんて20何年だ,今の年だ24年通ってますよどっか だから写真の技術がとかいうレベルじゃなくてもう腕を鈍らせないように行ってるみたいなところと、まあ、そこにいくことによって、まあ、あの自分の中でね気晴らし的なものもあったりとか、まあ、実際にそのデザイン的な目をあの鈍らせないように LP とかランディングページホームページいろんな皆さんのページの添削をする上で。 現在のトレンドってやっぱり知ってる方がいいじゃないですか。まあ、そういうのをブラッシュアップし続けるっていうこともあって、まあ、写真とかもずっとやってるしとかでやる、やりますよ。で、その趣味の没頭の仕方が、まあ、あの、結構すごいわけですよ。例えば、昔写真教室で習い始めた時って、いろいろ知識が出てくるじゃないですか。 ね、カメラ、こういうのを使うとこういうのが撮れるとか、フィルムもこういうフィルムでとか、私、暗室とかも行って焼いてた人だったんで、あの、プリントとかこだわるんだったら自分で焼いた方がいいよねって、要は誰かに指示して焼いてもらうっていうの面倒だし、自由にできないんじゃないですか。モノクロ写真が特に好きだったので、暗室で自分で焼いてました。 モノクロね。まあ今はそれっぽいのが現像っていうと、フォトショップとかでもできるんでしょうけれども。ということはですね、機材買う、フィルム買う、暗室でそれをやる、えー、とまたいい機材が出たら買う、<laughs> 写真展やるとか、そんなことをしてたら、まあまあなお金出ていきますよ。普通に。私が一個新しい趣味を始めると、そうだなぁ。まあ、その、 お金出ていった自慢っていうわけじゃないんですけどだいたい年間ね普通に150200300ぐらい使っちゃう時とかありますよ <laughs> あの習うっていうことに対しても使う時もあるしそうやって写真展とかってやるっていうとそういう会場借りたり何かしてとかってあとカメラ1年に2回とか3回とかもしかして買っちゃう時とかですね。 一時期カメラ家に何台あったかなその時興味があって気に入ったもの一旦手に入れるんですよ。あの、売っちゃうものはもちろん売っちゃうんですけどね、数年後とかに。14、五5台は家にありましたね。<laughs> で、そのカメラの使い方をだって持ってるってことは全部知ってるんですよ、私。だからメカニカルなところもありますよね。<laughs> <laughs> そんな感じです、うん、だからサックスも、まあ、今そうですね3年半ですけどなんやかんや用途とかデザインが素敵とかいう事情とか理由とかいろんな理由で買っちゃって5本あるんですよ <laughs> サックス5本とあと先生2人ですねあの1人はリアルで習う先生と1人はオンラインで習う先生両方の先生好きだから。 で、二人の先生の許可を得て二人から習ってるっていう辞書を作っちゃってるんですけど、まあまあお金かかりますよ。ここも。まあまあ。<laughs> 多分一年間に100、1十50万使ってんじゃないのかサックスがね、特にね、衝動買いしちゃうとやばいんですよね。やっぱね、買ってしまうからね。っていうことなわけですよ。で、それ、最初から仕事に取り入れようと思って、 学んでるわけじゃないんです。もともとは。だって趣味の領域だから。だけれども、例えば、こういうことができるとか、こういうことをしてますよとか発信するじゃないですか。で、そういうのを見てると、あのー、ね、写真とかなんか特に習いたいですとかって言われると、あ、教えられんのかなっていうことで、まあ、お金もまあまあ突き込んでますしね。まあ、じゃあ、 あの、軽く教えてみようかな、みたいな感じで、メインのお仕事とくっつけたりしてできちゃうときにはそれやっちゃうんですよ。パン教室だったときに写真を教える、写真とパンのコースとか作ったりとかですね。<laughs> あとは、まあ、マカードリーディングは自分の授業を立て直すために、新しい考え方が必要かなと思ってやって、で、それが、まあ、自分もそう変わったしと思って、人にやってあげていたら、教えてほしいと言われたので、ついでに組み込んで教えることになった。 とかですね、でサックスもそうです、あのー。発表の機会が欲しいよねと思って発表とかやると気合が入るじゃないですか頑張るじゃないですかだから発表の機会が欲しいと思ったのと余興として出版記念の余興の時にサックスがあるといいよねっていうところからもともと初めてサックスを始めたんですけどで発表の機会を出版記念パーティー。 で、それをもう連続で、もう3年半で20何回以上ライブやってるんですけれども、まあ、それによってうまくなっていって、で、それをやってて気軽に吹けるように、どこでも吹けるようになってくると、自分がそれを持っていってどこでも吹くようになってるから、逆にそれを見た人が、今度私のところに来て吹いてくださいとかね、あの、パーティーでいいですかって言われると、別に私趣味の領域だから、あの <laughs>、楽しいしね。で、行くっていう。 で、それがどういう効果が出てきてるかっていうと、サックス自体であのご飯食べてるわけじゃないじゃないですか、私って。コンサルでご飯を食べていて、みんなが喜ぶから好きでサックスをやる。でも、それが単体で、あのサックスもぜひ自分のところでって言われて、私が嫌でなければもちろんパーティーのお祝いとかですしねあの、そこそこ重たいんですよ、持っていくのって。<laughs> 持っていくの重たいんだけど、喜んでくれるんならっていくじゃないですか。 そうすると印象づけられるんですよね。サックスが吹ける経営コンサルタントみたいな印象です。だから一発で顔とかもね覚えてもらえるから結果として宣伝効果があるみたいな状態になっちゃってるので私の場合には趣味がめちゃくちゃ凝り性っていうことなのでそれが自然と習いたいとかって言ってもらえるような状態になっていて そして言われるのでそれがお仕事になっちゃうっていうことなんですよ。だから多分もう一つのポイントはあのお仕事になるぐらい極めちゃうぐらいにしちゃうと人から教えてと言われるからお仕事になっちゃうっていうこともあります。これをだから好きなことを普通に極めたらそうなっちゃったっていうことなんですよ。 なので今2つポイント言いましたけど1つはそもそも嫌いな仕事を選ばないっていうことですね飽きることなく楽しく続けられる仕事をそもそも選んでるっていうのが1点目ですで2点目は趣味をとことんどやり尽くして習いたいと人に言われるまでやるとそれが勝手にお仕事化しお金化するっていうことですねあとは積極的に自分がお仕事の中にそれを無料でもいいから取り入れていて露出度が増えてくると 仕事的に依頼されるようなケースとかも多分あるんだと思います。もともと仕事にしようと思ってやってるものとかもあります。例えばメトロノームメソッドなんかはその領域ですね。うん。あとは電子書籍。私も作って楽しかったし、皆さんにも作ってほしいと思ったし、それを仕事にしようと思って習ってるっていう明確な意図を持ってやってるのが、あの脳開発の方のメトロノームメソッドと、 あとはえっ、ー、と電子書籍。あと最近で言うと空き家マッチングですね。これはお仕事にしようと思って、そろそろそもそもやってます。はい、自分も楽しかったからっていうのもあります。で、えっ、ー、とサックスとカメラ写真。これは趣味からそちらの領域に入ってます。あと、カードリーディングですね。このあたりは突き詰めちゃってそうなっちゃって習いたいと言われたから教えてるっていう。そういう領域でお仕事になっちゃってます。 だから、えーっと、本当に趣味を仕事にしたかったらやっぱり習いたいとかあなたから教わりたいって言われるまでとことんやり尽くすことがまず第一かなと思いますね。で、それを発信し続ける状態です、下手でも何でも。うん、私、あのサックスね、今でもちゃんと動画撮ってありますよ、めちゃくちゃ最初の頃の超初々しい私。 の動画ありますよそこから今に至るまでの、まあ、奇跡もずっとずっと記録的に撮っているので動画をだから、あのー、そこはねえー、っと見てもらえるような状態にしているのは自分も成長の度合いを見たいからっていうのと嘘じゃなくちゃんとやってきたよっていうためにね撮ってあるんですけどだからあのー、好きをね 仕事にしたいっていうふうに思うんだったら好きをとこととこん追求すするがいいと思い思ます、はい、中途半端なね好きだと人ってそのあなた自身にねお金を払うでも習いたいまでの動機に至らないんですよだからあの極めたそのマニアックな自分を余すことなく全部そのまんま SNS で上げてると多分習いたいって言われます 最近よく言われるのが、えっと、ちょっと最近追いかきしてないんですけど、ミッドジャーニーという AI でね、あの、絵を描くっていうやつ、やつが、私、あの、こんななんかね、いろいろできそうで絵描けない人なんですよ。模写はできるんだけど、ゼロから何にもないところから何かを思い浮かべながら綺麗にイラストとか描いていくのめちゃくちゃ苦手なんですよ。あの、ゼロからね。模写はできます。でも、ゼロから無理なの。 でこんな私がですね何が嬉しくって遊びまくってたかってミッドジャーニーってあの日本語っていうかまあ、言葉を書いて絵を描くだからこんな女の人がいて髪の長い女の人その髪の色は栗毛の色で風になびいてあの、えー、なび吹かれてなびいているロングヘア。 着,着ている服は白いシフォンの洋服でどうのこうのとかあつけているアクセサリーだとか全部細かく頭で想像したことを書いていくんですよ。で、そうするとまあコツはいるんですけどかなり自分の理想に近い絵っていうか写真みたいな絵が出来上がってくるんですよ。それもなんか写真っぽくとかリアリズムとかあとなんだっけなカメラキヤノンのどのレンズで フ値がいくつっていうのまでやるとめちゃくちゃ実写っぽく絵を仕上げることもできるんですね。で、それを、まあ、楽しくって、楽しいからですよ。で、楽しいからみんなに見せびらかしたいじゃないですか。<laughs> で、それをフェイスブックとかに上げてると結構皆さんがちゃんと見ててくださってて。で、なんか AI とかもすごい、すごい絵いっぱい描いてて なんか習いたいとかってね言われたことがあってまあそういう感じです私そこまでまだね AI めちゃくちゃできてるわけじゃないんだけど、まあ、面白いって思ったものはなななんか書夜な夜ないてましたね <laughs> 結構だからねマニアでオタクなんですよ私基本、えっと、お金貸したい趣味マネタイズしたい人はオタク気質が強い人の方があのマネタイズしやすいです まあお金稼ぐのが下手な人っていうところはいくらあのオタク化してもそれをお金ちょうだいって言えないマインドの人はなかなか難しいんですけど習いたいんだったらいただこうかしらっていうのは私はできちゃうのでそういう感じでねあのできるんですだから、うん、楽しくてやってることが皆さんも喜んでくれて習いたいって言われてしかもお金 習いたいっていうことは私当然お金設定しますからねいくらですよって言って喜んで払ってくれるんですよだからストレスないですよねだってそれ習いたいって言われなかったら別に私やらないし私一番最上級に大事なのは時間なので、はい、やるものとやらないものできるけどやらないっていうものも結構多いですね趣味の領域でうん やってて面白いなーって思ったもので必要だから資格取っちゃうものとかもあるんですけどそれが時間がすごく取られるけどそこまで収益化しないよねっていうふうにめっちゃビジネスで考えてやらないっていうものもあるしこれはあのお金ゼロでもいいから楽しいから仕事にくっつけちゃってやっちゃうそれがだからサックスとかなんですけどそういう種類のものもありますしね。 メインのものがあってくっつけちゃう。まあ、写真もそれの領域かな。はい。そういうものね、結構多いんですよ。だから、もしあの皆さんがね、お仕事を趣味化したいっていうふうに思うんだったら、今私がお伝えした内容にヒントがあるんじゃないのかなと思うんです。で、もう一つ三つ目に、多分あの大事なことがあるとすると、 えと例えば私、営業職だった時に、ね、数字に追われるのが嫌だったから自分が数字を追いたい人になりたかったんですよつまり月初には月末の分の予算が達成しており年末までの予算は10月までに達成するという組み方をして動いていたのでうーん自分で自分が主体的に動きかつゲーム化するということですね。はい 攻略するためにはどうするんだみたいなそういう感じでやっているから趣味化ができていたかなと思いますあと会社員だった時とかってお客様のためっていうのももちろんあるんですけれども好きな仕事のさらに詳しいことを学ぶのってお客さんと一緒に学んでいけるじゃないですか例えば建築だった時には えとそうだな、じゃあタイルのショールームに行きますっていうと、こういう家が欲しいです、こういう外壁、内装のタイルがとかって相談するとあの、一緒に選んでるんですよ、インテリアコーディネーターとして。一緒に選んでるんだけれども、そのタイルメーカーの人のめちゃくちゃ詳しいタイルの話とか聞けるじゃないですか、こういうのはこういうふうに選んでいくんだとかって。そうするとまた知識として覚えるじゃないですか。 現場で、実地で、自分の好きなことで、さらに興味がある範囲のものを、お客様と一緒にショールームに行って、教えてもらって覚えているみたいな。で、それがまた他のお客様に還元できるみたいな感じで。で、その間、私、お金は会社からもらってるんですよ。会社からもらっていて、しかも学びもできてっていう、そういうのはね、会社員だった時の、まあ、一番ね、いい、あの、やり方っていうか、内容だったな、というふうに思ってるんですけどね。 なので、自分が主体的にクリエイティブに仕事を作るというふうに考えると勝手に趣味化していきます、仕事が。だから仕事が辛いなと思ってるんだったら、えー、その仕事を辞めたらいいしそういうことなんですよ、私辞めれるんですよ辞めたらいいしってさっき言ったように出世すればするほどやりたい仕事じゃなくなるからだから転職するんですよ。っていう、えでもそこでお金があってだからそこに覚悟が必要なんですよ。 お仕事趣味化は楽しいんだけど、つきまとうのは多分覚悟です。はい。だからやめてもいいって言ったらそっち行けるわけじゃないですか。ここをぐずぐず両手に持ってると、永遠に趣味化楽しい状態が作れないので、どっかそういう覚悟を必要。あと手放すっていうこと。これ私割と軽やかにできるんですよ。執着あんまりしないから。はい。この考え方を持つと、 かなり人生ね、楽に生きられるようになると思います。楽しいし。あの、とはいえお金がないとっていうと、お金にしがみつく形の自分で良ければ、そこに、いやいやそこにいたらいいし、あとはね、完全に割り切る考えもありますよ。 これはライスワークだってってお金をもらいますって言ってきっちり超プロフェッショナルな仕事をやらせていただきます。で、周囲の方にそのお金をガーッとつぎ込んでめちゃくちゃ楽しくやるっていうそういうやり方でももちろん OK です。私が一食他の方が楽しいのでだから境目なく働けるから若干だからワーカホリック的になっちゃうんですけどね。だって子供ってゲームとかやると熱中してやめないじゃないですか寝る時間削って。あれに近いんですよね。 いやいややってるわけじゃないから、もうやりすぎちゃって時間足んないみたいな。どっちかというとそっちなんです私の場合に。だから私が結構大事なのは、手に取らない選択をするっていう、とても私の好奇心をね、こう、実現しづらい、こう、選択しないという選択をするっていう、とても残念な選択をしないと、私の場合、興味の範疇が広いので、時間が足りなくなっちゃいます。で、かつ、マニアック。 深掘りしすぎ、超とことんまでやる。だからプロフェッショナルの領域になっちゃうんですよとことんまでやるしお金もつぎ込むしだからいっぱい持ちすぎると駄目なんでしょうね全部とことんやりたがっちゃうからだから今はこのブームの時今はこのブームの時ってちゃんと自分で自分を認識してやらないといけないんですけどおそらく皆さんが考えてるほどお仕事趣味化って難しくないんですよ。 多分できないいい人がるるとすると、すす覚悟かななっていう感じはしますね。はい、なのであのこういう生き方にね憧れるとかっていう方が多いんで今日解説してみましたけれども多分私が皆さんが躊躇している方と私との一番大きな違いはあっさり捨てられるっていう執着のなさと覚悟があるっていうのとあとは好奇心がすごい強いから。 全然いけちゃう。不安ってないんで、やりたいからやるだけっていう。そこがね、大きな違いかなと思いますので、あの、よかったらね、参考にしてみてください。お仕事趣味からね、楽しいですよ。<laughs> はい、以上になります。それでは。